おお、うまそうな匂いがするぞ。向こうだ。夏、ストップ、モンスターが集まってるわ。何か食べてるみたい。もしかしてあれが。モンスターが夢中になるほど美味しいってこと？それ大丈夫かな。食べてみりゃわかる。行くぞ。やれやれ、お出ましか。これが伝説食材で間違いないようね。じゃあ帰って試食会をしましょう。残さず食う、それこそが男。ミラネ、これなら絶対看板メニューになるよ。最後にお役に立てたかしら。それじゃあフェアリーテイルに戻ってくれるの？もちろん。フェアリーテイルは私たち兄弟の家だからね。ミラさん、エルフマン、リサーナ、またよろしくね。ミラたちがいなくなると寂しくなるな。今度はお客さんとして来ますから、店長もフェアリーテイルに遊びに来てください。ああ、遊びに行くよ。みんな元気でな。だけじゃねえ。男なめんな！お、喧嘩か？若くていいね。エルフマン、頑張って。うるせえぞ、てめえら。グレイ様もやるならジュビアも行きます。ちょっと、書類が。全員逮捕だ。になったものね。表へ出ろ。暴れたリンノなら私が付き合ってやる。ゲ、エルザ。夏、男の勝負はまた今度だ。おう。こいつらをまとめられるのはエルザしかいないな。ほら、待てい。捕まるもんかよ。オーニさん、こちら。賑や
日常が戻ってきた。見慣れたいつもの風景、そして喧騒、ようやく思い出す。ここが私たちの家なんだと。ようやくここまで来たな。ギルドのみんなで頑張りましたから。いろいろあったけど、これで全部元通りね。まだだ。まだ足りねー。ナツ、そうだな、大切なもんが抜けている。それってギルドマスターだ。あ、とうってじっちゃんだって誓ったはずだ。ここに戻ってくるって。そうよ、マスターが誓いを破るわけないもん。フェアリーテイルにはマカロフさんが必要です。帰ってこないならばこちらから迎えに行くほかあるまい。そうと決まりゃ出かけっぞ。いや、仕事だ。マスターを探し出して連れ帰るよ。よし。おいおい。ああ、なるほど。ああ、妖精に尻尾はあるのかないのか、そもそも妖精は本当にいるのか、故に永遠の謎、永遠の冒険。フェアリーテイルはそんな思いを込めてつけた名前です。私は自分のギルドを和を重んじる家族のようなギルドにしたいと願っていました。苦しい時も悲しい時も頼れる人がいる。どんな壮大な冒険をした後でも帰れる場所がある。今フェアリーテイルはそんな素晴らしい家族になれていると心から感じます。もちろんあなたも大切な家族の一員ですよ。いつも私たちを見守ってくれてありがとうございます。
これで終わりではありません。もっと上を。どうせなら大陸一のギルドを目指しましょう。あなたたちにはこれからも新しい冒険が待っているはず。大きな壁にぶつかることもあるでしょう。ですが恐れることはありません。あなたたちには頼れる仲間と帰るべき場所があるのですから。